バンダイ高原空撮画像、2007年8月26日撮影バンダイ高原は、裏バンダイ、または、裏バンダイ高原とも呼ばれ、福島県北部にあるバンダイ山、安達太良山、吾妻山に囲まれた標高800メートル程度の高原上の地域を言う。バンダイ旭国立公園に属する。裏バンダイより望む早春のバンダイ山、バンダイ山、吾妻山、安達太良山などの火山群は非常に地形の変化に富んでおり、対して、檜原湖、五色沼に代表される湖沼群はその総数200から300とも言われ、その水質や沈殿物、あるいは生育する植物の違いにより色を変え、ひっそりと森の中に佇んでいる様は、会津地方は、もちろん、福島県を代表するリゾート地として十分な魅力である。また、有料道路、遊歩道も整備され、新緑や紅葉の季節はもちろん、夏は避暑地として、冬はスキー場、檜原湖のワカサギ釣りなど四季を問わず楽しめ、ホテル、ペンション、民宿など宿泊施設も整っている。猪苗代湖がある、バンダイ山南側の表バンダイに対して、北側にあたる旧、檜原村一帯は、裏バンダイと呼ばれていた。1888年7月15日のバンダイ山、噴火時に発生した小バンダイの山体崩壊により、裏バンダイ側に12から15億立方メートルとも、言われる、岩雪なだれが起き、長瀬川とその支流中津川、小野川、檜原川などを埋めて誕生したものである。同時にそれは、秋元、細野、有子沢など5村11集落を飲み込み、さらに同年末には、米沢街道の区間だった旧、檜原本村も水没し、死者、行方不明者数は477人に上るなど、甚大な被害を残した。その後しばらく数十年は、荒涼とした原野のままであったが、遠藤源、夢、宮森太左衛門、斎藤丹の進、中村野六らはここに、犠牲者の供養をするとともに、1340ヘクタールに及ぶ赤松や杉、漆など10万本の植林を進め、現在の緑豊かな高原として生まれ変わったという。そして戦後、観光開発に伴い、バンダイ高原と呼ばれるようになり、1950年に一帯は周辺の火山とともにバンダイ旭国立公園に指定された。山岳道路等はそれ以降相次いで整備されたものである。バンダイ高原に入るには、上記の交通機関のほか、国道115号の猪苗代口、福島市土湯温泉口あるいは国道459号の山郡北塩原口があるが、山岳道路も非常に充実している。会津大辞典。ありがとうございます。